はい、どうも皆さんこんにちは、トラです。今回はなんと初めてデバイスを提供していただきました。ということで今回はそのデバイスを開封そして紹介していきたいと思います。今回提供していただいたデバイスはこちら、ワンオーディオさんの A10 というヘッドホンです。それでは早速開封していきたいと思います。剥くのが下手くそだ。よし、それでは開けていきます。こうかな、開き方合ってるよね。中にはケースで入っていました。それではこのケースを開けていきます。開けていくと説明書とあとヘッドフォン本体ですね。あとケーブルです。ケーブルとあとこれはどう外せばいいんだ、こうか。しっかりと包まれて入っていました。ということで入っていたものを紹介していきます。まずはヘッドホン本体ですね。で、次にハードケース、これに全部入っていました。で、あとは 3.5 ミリのオーディオケーブルとType-C の充電ケーブルですね。あとはユーザーガイドが入っていました。で、公式サイトで7000円ぐらいだったんですけど、ケースもしっかりついていて、これは嬉しいですね。はい、じゃあ本体を見せていきたいと思います。持った感じは意外と軽いですね。で、ここにボタンがついてるんですけど、これがノイズキャンセリングボタンだと思います。あとは音量を上げたり再生するボタンがついていますね。で、デザインはシンプルで、ま、黒の光沢もあって、ま、かっこいいですね。耳周りの素材はこんな感じでめちゃくちゃ柔らかくて気持ちいいですね。これ多分長時間つけてても頭は痛くなんないと僕は思います。あと収納するのにこうやってコンパクトになるんですが、これをもう一回回して押すことによってね、本来の形になります。で、収納するときは逆にこうやって曲げて、押してからだな、押して曲げて収納することができますと。こんな感じかな。それでは実際に装着していきたいと思います。これを曲げてつけて、こうですかね。で、右ライトレフトなので、こうかな。あ、すごい。音がしっかり、なんて言うんだろう、密閉されてるというか、つけた感じ、全然軽いですね、このヘッドホンは。で、音も外部から入ってきにくいし、しっかりとこれ音が聞こえそうです。じゃあ早速、PC につないでゲームをしていきたいと思います。2階に移動するんですけど、こうやって曲げるので首にかけてみました。どうですか、似合いますか？それでは早速これを使ってゲームをプレイしていきたいと思うんですけど、僕は普段このミックスアンプにつなげてやっているので、有線にしてね、このようにつないでからプレイしていきたいと思います。装着感はね、しっかり密閉されていて、外部からの音もきっちり遮断されているので、
集中するにはとてもいいと思いました。装着感はとてもいいですけど、圧迫感も少なくて、長時間やってもあんま疲れなさそうですね。あとゲームで必要な立体的な音とかもしっかり拾えているので、ゲームするにしても問題ないとは思います。音楽もしっかり聴けて、そしてゲームもね問題なくプレイできて、なおかつ無線にもできるのでね、この値段だったらコスパいいと思います。ということで、無線の方はこのね、僕のスマホとペアリングしてね、音楽を聴いていきたいと思います。ということで、音楽聴くのめっちゃいいっす。今回は提供ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、バイバーイ。